ギデルはいつもニコニコしてるな。全然喋ってくれないせいでつかみどころがないのは難点だが。園内の時計が鳴ってる。お前も見てみろよ。あんなに動きが細かい鳩時計は初めて見たぞ。ここが遊園地？いいじゃん、よくわかんねえアトラクション多くてテンション上がってきたわ。ギデルはいつもニコニコしてるな。全然喋ってくれないせいでつかみどころがないのは難点だが。園内の時計が鳴ってる。お前も見てみろよ。あんなに動きが細かい鳩時計は初めて見たぞ。今日は楽しもうね。猫ザメちゃんって喋んないと閉めちまうぞって詰めてもぼーっとしてるの。つまんね。アザラシちゃんさっきから黙々と食ってんね。ホラーハウスに連れてけば大声出してくれるかな。ねえ、俺専用の椅子作ってや。丸くてでもシャープで存在感あってでもさりげないやつ。よろしく。期待してなかったけど結構楽しめそうじゃん。